あなたの就職活動をリクルーターがサポートいたします。これまでに出会えなかった非公開求人、スタートアップ、上場企業など幅広くご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。労働時間制限すんなよ、こっちはモバイル大変なんだから。はい、ということで今回は三木谷さんが炎上覚悟で言う政府が労働時間を制限するなという発言が話題となっております。三木谷さんが国家が一元的に単純な時間制限を押し付けるのは、仕事を通じて挑戦したり、より働いて自分の力を上げたり収入を増やしたい人にとって自由を奪う愚策であると指摘しました。こんなこと言うと叩かれるだろうけど、日本は働く人が減少し移民も否定的、日本の将来を考えているベンチャーの起業家としてあえて発言させていただきましたと。この発言がネットでは賛否が分かれていて、お前みたいのがいるからブラック企業が増えるという意見もあったりとか、日本はもう衰退してるんだから働かなきゃダメだっていう意見があって、どちらかというとPの意見の方が多いですが、これも分かんなくなってきたんで、ベンチャー経営者の株元さんにとってこの意見はどう思うか切っていただきたいなというふうに思います。人間大別した時に反発するのと賛成するのとって、当然宗教と同じで分かれるんで、三木谷さんがすごいなと思うのは、反発すること分かってるのに真正面から殴り込みに行ってるじゃん。こういうのって反発する方っていうのは IQ で分布作ったら絶対反発する方が低い方に出るわけだから、うん、高い方の人たちってそういう風に思われないように仕組みとかを複雑にしてこっそり稼ぐわけだね。それを経営者の立場でありながらここに殴り込みに行くっていうのがすごいよね。みんな言ったら損だから言わないの、言わずにしれーっとやるのよ。いろんな仕組み使って、みなし残業とかフレックスとか、なんかいろんな制度ができて、大企業ほど厳格に守んなきゃいけなくなっていくから、三木谷さんからしたらポジショントークみたいなとこもあると思うけど、切るっていうか三木谷さんはさすがだなと思う。国を背負ってる人の発言だなと思うね。自分の損得だけだったら黙ってうまいことやったけどいいのに、そうそうそう、価値観を変えるぞという。株本さんはそれで言うと価値観的には同じっていう感じですか？俺の場合はまだちっちゃな会社だから、労働時間なんてこっちがどんだけ指定しようかしなかろうが勝手にみんな優秀だから働くわけじゃん、自分のために。でもこれは少人数でやってるからそういう人たちが集まってるわけであって、1000人とか1万人の会社にした時に全員そうするのは不可能なわけよ。だから1000人1万人になったらこういう意見が俺は出るかもなと思うけど、現時点では別にこんなんしなくても勝手に働けばいいんじゃない、好きな人が好きなだけって思う。勉強もそうだったでしょ。優秀なやつほど自分のために自分で勉強するんじゃいっぱい、偏差値下がっていくほど時間と椅子にくくりつけないと勉強してないみたいな、仕事も一緒だから、そういう話です。なんで日本政府は制限してる流れになってるんですか？それはもう弱者の反発がうるさいからってことなんですか？うん、だと思う。一つの回で答えられる話じゃないと思う。複雑にいろんな利権とかかかってくると思うし、もっとややこしいのは政治家とかって民意を集めた方が票が入るわけじゃん。だから弱者の思考を応援してるスタンスの方が絶対投票されるわけじゃん。だから政治家って増税反対だなんだとかっていうよね。政治家たちも上級国民たちだから、ここがポジショントークで弱者の味方ですってやってる人たちが受かりやすくなるのはそういう構造だから、労働時間を短くしましょうとか政治の意見も入っちゃうんじゃない。人事の情報交換なら人事クラブ。 DOM の人事部主催で定期的に人事交流会を開催しております。詳しくは概要欄をご覧ください。今の人ってやっぱ昔より働いてないって感じますか？働いてないと思う、うん、あ、やっぱそうなんですね、うん、まあ電通事件とかもあったしね。生産性がどこまで下がったかはちょっと謎だけど、大前提として第一次産業とか必要不可欠だから、テレビを普及するためにテレビみんな頑張って作ろうとか、高度経済成長期みたいな時と違って、今ってなんかみんなも物全部持ってて、お金も余裕があって時間もあってみたいな人たちが稼ぐために今ない価値を無理やり作り出すみたいな産業が大変になってきてるから、そういう意味で言うと昔よりも絶対働かなきゃいけないわけじゃなくて、働かなくても良くなってきてるというか、うん、っていう感じだと思う。だってさ、 YouTuber で稼ぐなんてさ、高度経済成長期の人からしたらさ、そんなことやらずにプリンターをまず広めろよとか、鉄道をもっとここに引くためにトンネル掘れよみたいな、掘らなくてよくねみたいなところも掘るわけじゃん。だから富が余っちゃってるというか、うん、これ制限してるんですけど、もっと働きたい人はやっぱもうそういう会社探すしかない。そうだね。あとは自営業だから個人事業主の時代がより強まるんじゃない。自己責任でいくら働こうは誰にも文句言われないけど、今って働きたいけど会社に働くなって言われるみたいな。だから万が一残業代抱えたくないから会社が働くなってても、働いた後労働基準法で労基とかに書き込まれたら会社が悪くなっちゃうわけよ。だから絶対働かないでって会社が言うみたいな、そんなどう考えてもおかしいじゃん。そんなの働いちゃダメなんておかしいじゃん。でも結局法律とかもそうだけど、絶妙なバランスでバシッと決めるのってむずいわけよ。結構有名な話で言うと痴漢とかさ、触ったかどうか分かんないのに痴漢したって疑いかけられた
たらもうほぼアウトみたいな、走って逃げるのが一番捕まらない確率高いみたいな、うん、あれってチューニングした時に男サイドに不利になりすぎたよねと、だから一回戻そうってなったら今度は男サイド有利になりすぎみたいな、最近だと女の子とのあれが同意がなかったみたいので速攻逮捕されるみたいな時代が今来てるらしいんだけど、それもチューニングの話であって今ちょっと行き過ぎてる気がするから反発で戻ることはある気がするけどね。今やっぱりやりすぎなんですか、こんなだと思うよ、うん、どれくらい今制限されてるんですか。残業を最大45にしないと基本は、これ以上働いた場合社員が黙ってればいいけど、働いて残業払わなかったこととかを労基とかに行ったりとか裁判されたら負けるみたいなっていう時代になったから、会社からすると余計に働かないでほしいと。しかもそういうやつって大体昼間グダグダ仕事して残業代稼ぐために夜にやり始めたりするとかも多いから、結局この時間までしか働かないでって言ったら何回もパフォーマンス変わらなかったりするわけよね。だからそういう制限がかかってるみたいな、うん、会社に行きづらいと思うね。働きたくてもだって無理なんですよね。そうそうそう、別で自分でやるしかないっていう。パソコンの外からのログインとかもなんかできないとか、家持って帰っても ID 入れたらバレちゃうみたいな。そうそう、物理的にも仕事できないっていう。そう、そういうのもあってなんかちょっと前まで副業が流行ってたみたいな感じ。副業も流行ってるし、今多分フリーランスが流行ると思うよ。働きたい側の人と働きたくない側の人いるから、優秀な人とか意識高い人はどんどん働いて上に上がりたいし、働きたくない側の人は守られたいし、その働きたくない側の人に合わせて法律を今作ってるから、会社も優秀な人を取るため大変になりますよ。働きたくない側の人を取っちゃった時は地獄だよね。だからいつでも切れる業務委託契約の方が絶対良くなっていくし、働きたい側の人も業務委託契約の方が働けるから、どっちの観点でも業委託が流行るんじゃない。ということで今回は浮谷さんの労働時間を制限するなでした。ありがとうございました。